ペーター・ウルリヒバイスは、ドイツ出身の小説家、劇作家、美術作家。ユダヤ人の家系に生まれ、ナチス政権下に、スウェーデンに亡命、以後ストックホルムで暮らした。小説のほか記録演劇の分野でも活躍。スウェーデン共産党のメンバーでもあり、1960年代後半から作品の政治色が強まっていった。 ストリンドベリの翻訳家としても知られる。ベルリン近郊のノイバベルソベルクに生まれる。父はハンガリー出身のユダヤ人で大きな織物商を営んでおり、母はスイス人の女優である。少年時代はブレーメンとベルリンで過ごす。学校になれず親に隠れて童話や神話を単独するような子供であった。1934年、ナチスの迫害を逃れて、 一家で、ロンドンに、亡命。1936年、チェコのプラハに移り、ここで2年間美術学校に通った。1939年、ナチスによる、チェコ併合の動きが高まったためスウェーデンに移住。約2年間父親の工場で働いた後、1940年に、両親の元をサを去り単身ストックホルムに出る。1945年、スウェーデン国籍を取得。 ストックホルムでは織物デザイナーや画学校の教師などの仕事をし、画家としてコラージュの制作に専念した。1950年代からは青少年犯罪に関する記録映画なども手がけている。また作家としてスウェーデン語による小説や評論も書いていたが、1948年にそれを断念し、ドイツ語による創作を始めた。1952年に、 魚社の体の影を完成させ、この作品が1960年代にドイツの分断に登場するきっかけとなった。魚社の体の影は、バイス自身がミクロ、ロマンと名付けた通り、固い中の旅館に寝起きする、人々の行動を不自然なまでに詳細に描写したアンチロマン風の前衛的な作品であった。当初は、どの書店も出版を拒否したが、8年後にようやく、 47年グループの中心的存在であった批評家バルター・ヘデラーの目に留まり出版までこぎつけた。初版はわずか1000部の限定出版ではあったが一部の文学者から高い評価を受け、ドイツ文壇における前衛文学の担い手として注目を浴びることになった。ナオコの作品にはバイス自身の手によるコラージュ作品7枚が挿入されている。続く、 両親との別れ、焦点は、自伝小説であり、自身の老い立ちや、読書編歴、創作への決意などを詳細に記した。バイスの名声を、決定的にしたのは、1964年に、西ベルリンの白亜劇場で初演された劇曲、佐渡公爵の指導のもとに、シャラントン精神病院の演劇グループによって演じられたジャンポール・マラーの、迫害と暗殺である。 作品の舞台は、ナポレオン・ボナパルト皇帝下の1808年であり、シャラントンの精神病院に患者として送られたマルキド、サドが他の患者を指導して、フランス革命時に起きたシャルロット・コルデーによるマラーの暗殺を演劇で再現するというもので、この劇中劇には、サド自身もサドその人の役で登場する。このような複雑な構成をとることによって、バイスは、 絶対的個人主義者としての佐渡と、ブルジョワジーを弾劾する社会主義革命家としてのマラーを、批評的に対治して見せたのである。この作品は西ドイツでは佐渡を、肯定的に見せる演出がなされ、東ドイツでは逆に、マラーを、肯定的に取る演出がなされていたが、バイス自身は、マラーの立場の思想的優位を明言していた。 バイスは1963年12月から1965年8月まで行われたフランクフルトのアウシュビッツ裁判を熱心に傍聴し、同年10月にこの裁判を題材にした儀曲追求を発表、東西ドイツ16カ所の劇場で一斉に上演され、非常に大きな反響を呼んだ。バイスはこの作品の意義をユダヤ人虐殺に果たした。 ドイツ大企業の役割を扱うことにあるとしており、事実の証言を感情を交えずに描きながら、作品において収容書と資本主義の結びつきを明確に描き出した。バイスの最大の作品は千ページに及ぶ三部作、抵抗の美学である。この作品は、バイス自身の人生を元にしながら、ナチス政権時代の共産主義、反ファシズム内部の対立を描いたものであり、ここでバイスは、 左派政策の失敗や矛盾を描き、無政府主義に作品上の重要な役割を与えるという思想的転換を見せている。この作品は1980年代マイナス1990年代ドイツの労働組合や左派グループにおいて盛んに議論の的となった。バイスは生涯において三度女性と結婚している。1970年代からは心臓病の発作に苦しみ、 1982年、ストックホルムにて死去した。死後に、ゲオルクビューヒナー賞が与えられた。60年代までのバイスの活動は、サン・オサム社、ドイツの文学第11巻、ベーターバイス役者解説を参考にした。ありがとうございます。